ストライクショット。こんにちは、妄想の中のサナパッチョとパナエとファミツァ編集部ターザンバカゾラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何しに来たんですか？イラストコンテストをやってて、はいはい、いっぱい来ました。いっぱい来た、いっぱい来た。何つぐらい来たんですか？いや確かね、結局1000ぐらいあったの。おー、去年に引き続き1000件もありがとうございました。まあ、いろんな作品がね、まあ、来たわけですけども、うん、まあ、でもそれはやっぱね、こう全部紹介しきれなかったんで、確かに。その中でこんな作品もね、来てましたよっていうのを今日はね、紹介していこうかなと思っておりますよ、皆さん。思います、じゃあ、まず一つ目はじゃあ、こちら。ペンネーム、エナサナさんのね、エナサナさんの、キャラ名、マーメイドカミラ。おー、はい、マーメイドなんですね。マーメイドでね。本当だ。そうそうそう。本当だね、紫の、本当だ、尻尾がちゃんと。そう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 。でもなんかここにドクロみたいなのがいますよ。これね、まあ、キャラクターすごい可愛らしいんですけども、うん、設定がね、うん、貝殻が開くと死神が出る。6歳のエナサナさんの死神、死神が出てくると。やっぱりほら、ね、強い技とかさ、はい、ね、といえばやっぱ死神が出てくるっていう、ね、はいはいはい、ちょっと闇な感じもあるんですね。そうそうそう、可愛らしいけども、でも死神が出てくるというこのギャップ。すごい、うまくないですか？6歳ってすごいですね。やっぱそういう設定が出てくるっていうところがやっぱすごいですね。やっぱ発想力が、そうそうそう、すごいなと思いますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと見ておりますよ。さあ、じゃあ次行こうかな。はい、ペンネーム、キツネのほうきさん。はい、キツネのほうきさんの投稿作品でございます。こちらです。はい、これ進化前、進化前、どうなってるの、まあ、キツネね、キツネ的な。キツネがこれですね。そうそう、ヨウコ必須って書いてある。へえ。これがこう進化神化するとこういうことになるという。かわいい、かわいい子が出てくる。やっぱキツネがこうバレてるみたいなことでしょ。あー、なるほど、ね、そっか、進化前キツネなんですね。そうそう、なんか和風なんだけど、ちょっとこう近代的な、ね、デザインというかね。かわいい、確かに。キツイちゃん、なんかこの書かれている記号がそれぞれの言葉を意味してて、全部並べて読むとモンスト最高やっていう。すごいな、古代文字みたいになってるってことだ。古代文字がモンスト最高やって読めるっていう、ね、友情コンボもさ、全属性渦状拡散だ、ね、すごいな、これちょっとゲーム開発者に見せたい。なれそう、ね、ありがとうございました。さあ、次行きますか。次いきますか。ババン、これまた可愛らしい女の子、女の子ちゃんとみんな進化前、進化後、神かごって、ね、作ってくれてる。こっちがローゼン、ローゼンクロイツ、そっちがそっちで、こっちがリリーね。へぇ、はぁ、これもまた可愛い絵だな。はいはいはい、いやでもこれもまた設定がね、すごい細かい。なんかちゃんと属性とかアビリティとかもね、書いてあるからね。うんうん、うん、光と闇って感じで、こっちはイメージ、確かにね、うん、可愛らしい光の方と、まあちょっとミステリアスな、うんうん、闇っぽい感じ。この子は目が色が両片目ずつ違うんですね、ほら。本当だ。全部進化とか神化することに色が変わる。そういうのもね、あると。すごーい。ありがとうございます。これね、これインパクト半端ないです。これね、私だいぶ好きなんですよ、これ。じゃーん、はい。これペンネームジンギスさんのね。ジンギスさん。目覚まし機械、目覚ましキング。もうかけ忘れて寝ても絶対起こしてくれるんじゃないですか。これはすごい。どういう感じなんですか？ストライクショットがね、起きる時間だのっていうね。どういう効果？どういう効果？起きる人だの。3本の非属性レーザーが引っ張った方向に飛び出すという。へえ、強い。で、友情コンボ大音量。大きな音で相手すべてを攻撃するって感じ。へえ。いや強いなそれ。これもね、同じ方が宇宙龍神。デスクローン、宇宙竜人デスクローン、そこら辺までジンギスさんのね、イラスト、ジンギスさん、邪魔なものをすべて叩き潰すストライクショット、書いてありますね。すごい、セリフが、感じで、アーメンレーザー言える。やっぱ竜人だから、やっぱその竜の力を持ってるらしい。このね、これが竜なんですかね、きっと。すごい、これ叩きすべてに雷で追い打ち、しかもワンウェイレーザー EL だった。強いっすね。しかもこれ玉っていうのはボールへのことかな。あ、ボールへもちょっとちゃんと書いてくださったりして、ね、
ありがとうございます。いやもちろんね、この他にもね、もう紹介しきれないんですけども、うん、たくさんのね投稿いただいておりますので、皆さんね、はい、私とね我々全部ね見ておりますので、うん、なんかね中の人をモチーフにしてくれた絵とかもねあったんですよ。ちょっとね今探しきれなかったので、また出たらちょっとこの辺で出せたらなと思うんですけども、まあそういうのもくださってありがとうございました。ありがとうございました、はい、これまたなんか発表が、そう発表がね、いつある、いつ、もうもしかしたら発表されてる後かもしれない、うん、はいはい、公開タイミング的に、うん、はい、なんでそちらもね、ぜひ皆さんね、うん、それで優秀賞選ばれると、うん、キャラになるんですよね。そうそう、モンストの中に出てくるという、ね、ことになって、見事ユーザー投票で選ばれた1匹がモンストの中でモンスターとして出てくる、なんだろう、ね、何が選ばれたんでしょうね。楽しみだな、楽しみですね、お楽しみにということで、はい、はい、というわけで以上、イラストコンテストのイラスト紹介でした、ありがとうございました。ありがとうございました。ではバイバーイ。ご視聴ありがとうございました。まだモンスト公式チャンネルの登録がお済みでない方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。スマホからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そして PC からご覧の方はこの画面上にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。また私たちの公式 Twitter やモンスト公式 Twitter のリンクも概要欄にあるので、ぜひご確認お願いします。それではありがとうございました。